皆さんこんにちは、はるです。今日はメキシコの日本料理を食べに来ております。今メキシコに滞在しているんですが、これから南米を一周するので、南米にいる間に何かシリーズ化した動画を作りたいなと思って、視聴者さんに募集させていただいたんですね。そしたら南米の日本料理を見てみたいというお声が多くって、私自身各国の日本料理を食べてみたかったので、今回南米の日本食を食べ歩くことに決定いたしました。それではレッツゴー。はい、というわけでまずメキシコからのスタートなんですが、今回来ているレストランはモフというジャパニーズレストランで、場所はメキシコシティのちょっと西側にあります。で、このモフがある場所は日本食レストランがギュッと集まってる場所なんですね。メキシコシティの日本食ってブログとかウェブで調べると、もうここ絶対出てきます。口コミもかなり良くって、もうメニュー表を見てみたんですけども、上から下にスクロールするのになんかもう10分以上かかってるんじゃないかってぐらい、かなりメニューが多いです。この日本食もあるんだってぐらい気になるメニューもいくつかあったので、今回頼んでみました。さあ、どんな日本食が出てくるか皆さん楽しみにしていてください。お店の雰囲気はこんな感じです。ではまずやってきたのはこちらのマグロ納豆でございます。卵を生で食べれるんですね。マグロと納豆と山かけと薬味がたくさん乗ってます。めっちゃ美味しそう。こんな感じでございます。薬味がたっぷりでめっちゃ美味しそう。これ味付けされてるのかな。ドリンクはお酒めっちゃあるのに、ソフトドリンクがコーラと聞いたことないジュースとスプライトしかなかったんですね。なのでコーラを選びました。では乾杯。やっぱコーラ美味しいわ。ではいただきます。あのマグロ納豆ってあの人生で一度も食べたことないんだけど、どう食べればいいんだろう。ではうわ、まずはそのままいただきます。待って、めっちゃ美味しい。これマグロめっちゃ美味しい。これマグロもね、ちゃんと赤身とかトロとかいろんな部位が入ってるんですよね。で、あの全然臭くない。納豆以外にもオクラのネバネバがあって、あの出汁が効いてるんですよね。なんで醤油入れなくてもこのままでも美味しい。美味しい。ちょっと海苔で挟んでみよう。こんな日本食食べたことありますか。面白い。基本の味付けは出汁でシンプルなんですけど、ネギとわさびとごまと鰹節の風味がいろいろ合わさってて、すごい面白い味です。あのメキシコの日本料理レベル高いわ。びっくりした。では続きまして、焼きそばがやってきました。卵がめっちゃ半熟。えい、わー、美味しそう。結構でかいお肉が入ってる。わー、ツヤツヤしてて美味しそう。では焼きそばいただきます。おいしい。マジか、あの麺ツルツルで、あのコクがすごいんですよ。日本の焼きそばよりおいしい。これはおいしいな。こんなおいしい焼きそば初めて食べたかもしれない。あのこの焼きそばだったら日本にあっても1500円は出すと思う。焼きそばってこう夏祭りとかお家でパパッと作れる料理の中にあるイメージじゃないですか。けどなんかこの焼きそばは高級な日本食レストランに出てる味だわ。美味しい。では次にうなぎのだし巻き卵がやってきました。もうこれだけで1500円ぐらいします。一口300円ぐらいかな。うわー、どんな味なんでしょうか。ではやばっ。
わ、めっちゃ美味しいこれ。卵もちゃんとだし巻き卵だし、このうなぎがふわふわでめっちゃ美味しい。で、何かピリッとして辛いなと思ったら、卵焼き1個1個に唐辛子の薄い輪切りが1枚だけ乗ってるんですよ。それとこの葉っぱの香りが相まって、日本食にはないようなちょっとしたピリ辛と不思議な香りがします。この葉っぱがパクチーっぽい香りがするんですよ。と辛みがあるうなぎのだし巻き卵、これが南米の味かって思いました。面白い。今日の MVP はもう確実にこの焼きそばです。もう焼きそばが美味しすぎて感動した。メキシコシティ来た方は絶対モフの焼きそば食べると、あのもう帰っちゃダメです。絶対食べてください。これでは、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しくて感動しました。メキシコの日本料理でも値段がもしかしたらカナダのバンクーバーより高いかもしれないです。本当はお寿司をちょっと食べてみようと思ったんですけど、一缶安くても500円、だいたい一缶1000円ぐらいするんですよ。ドリンクも日本酒がこの 100ml でだいたい3000円から4000円ぐらいしてるので、メキシコは結構あの日本食の物価が高い。メキシコ人お金持ちだなと思いました。すごい日本食の価格がめっちゃ高い。でもやっぱり違う国でこういうしっかりとした日本食、レベルの高い日本食を食べると面白い。日本国内にいても食べれない味っていうものがたくさん転がってるので、今回その味を楽しむことができて、いい経験ができたなって思いました。ではお家帰ります。はい、ということで次はメキシコのすき家にやってきました。なんとですね、日本の飲食チェーン店でメキシコに進出してるのってすき家だけなんですよ。あのウェブで調べたところ、意外ですよね。例えば東南アジアのタイとかってもう数えきれないぐらい日本のチェーンってあるじゃないですか。メキシコにやってくるとすき家しかないっていう、逆にすごいのすき家。もう日本と同じ味なのかどうなのかちょっと検証していこうと思います。ではすき家にやってきました。ちょっとメニュー見に行きましょう。メニューはこんな感じ、ほんとすき家と同じ感じですね。牛丼トラディショナルが単品で79ペソ、コンボで109ペソです。とチーズ牛丼、キムチ牛丼、あ、ネギ温玉とかもありますね。でもこの辺りは初めて見たな。バーベキューベーコン、照り焼き、シラチャソースとかもあるんや。ちょっとタイっぽいのかな。コロッケとお味噌汁とドリンクのセットが30ペソからあります。安い。ドリンクはこの3種類で、煎茶、麦茶、ジャマイカ茶がある。驚きなのがラーメンもあるんですよね。豚骨ラーメンもある。でこっちが焼肉シリーズですね。牛丼の牛が焼肉味に変わった感じ。嬉しい、コンボもありますよ。すき家にラーメンってないじゃないですか。なんで私この時代ラーメンコンボ、お茶と牛丼のセットにしてみようと思います。ちょっとトッピングとかしたいな。トッピングはあの温玉があるみたいですね。これはなんか玉ねぎのピクルスみたいな感じでした。なので温玉をトッピングしようと思います。ホラー、Can I get 時代ラーメンコンボミニ牛丼。OK、 行きましょう。ありがとうございます。はい、ではやってきました。東京ラーメン牛丼セットコロッケ付きと煎茶です。ではいただきます。日本のすき家との違いは、あの紅生姜とか取り放題じゃないですね。牛丼は見た目同じ感じです。すき家って牛丼がメインなのに、牛丼がメインのセットがないっていう、ラーメンのセットしかありませんでした。ではいただきます。わ、すごい、あの煎茶は氷とか何も入ってない、もうなんかビールみたいだな。じゃあ乾杯。わ、待って、あ、これ飲まん方がいいかもしれん。あの多分飲料水で作られてない、あの泥水の味がする。これ言っちゃっていいんかな。
メキシコの水道水って泥水の香りするんですけど、ほのかにねその香りがする。ちょっとお茶は飲まないことにします。今日はねお水持ってきたんでこれを代わりに飲みます。ではまず牛丼から食べてみます。牛丼はね普通に見た目一緒なんだよな。ではおいしい、全く一緒、びっくりした。おいしい、おいしい。お、日本の味だ。しんて言えば若干生姜の香りがこっちの方が強いのと、つゆがないんですよね。私すき家行ったら絶対ちょっとつゆ多めに頼むんですけど、このお肉にちょっとついてるつゆがご飯にちょっとついたぐらいしかないので、個人的にはもうちょっとつゆが欲しい感じがします。でも日本の味とも一緒、美味しい。うわー嬉しい。ではラーメン行ってみます。麺は普通、お家で作るラーメンの麺みたいな感じで、味もラーメンというよりかは中華そばみたいな感じがします。チャーシュー、チャーシューなんかちょっと微妙な味がした。日本のチャーシューと違ってちょっと時間が経った感じで油の味がちょっとしつこい感じがする。わかめのね出汁が出ててすごい和を感じる。卵はしっかりゆで卵系。お、でも味玉っぽい味付くついてた。ではコロッケ、すごい中に大きいじゃがいもが入ってる。このコロッケ美味しい。なぜあんなにコロッケコンボがあったのか分かった、これ食べて。このコロッケね美味しい。中は滑らかなじゃがいものマッシュと一口大のこうゴロッとしたじゃがいもが入ってて、外はザクザクやし、ソースも美味しい。このコロッケがまた白ご飯に合う。はい、ではごちそうさまでした。メキシコのすき家食べてみた感想は、牛丼とコロッケめっちゃ美味しかったです。ですけどラーメンは頼まんくてもいいかもしれない。なのでもしメキシコですき家食べたくなったら、すき家の牛丼単体で頼むか、もうコロッケセットとかにする方がいいと思います。でちょっとこのお茶が微妙な感じだったので、お茶も単品で頼まなくていいと思います。では今回のメキシコ日本料理編動画終わろうと思います。これから南米の日本食も食べ歩いていきますので、ぜひ参考になれたら嬉しいです。いやでも久しぶりに日本食食べれて心が満たされました。パルデイリーは今登録者10万人目指して頑張っていますので、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。